これは戦艦の大砲みたいな埋めてあったんです。あ、そうなんですか。ええ、はい、というわけで今日はやってきました、岡山市北区に位置するこの吉備彦神社に今日はやってきております。でこの近くにね、備前一宮というね駅があるので、だいたい徒歩でね5分ぐらいの位置にあるこの吉備彦神社でございます。というわけで今回は桃太郎と関係の深いエリアにやってきました。この備前一宮駅なんですけども、この桃太郎についていろいろと書かれております。はい、でこちらがね参道になります。参道踏切ですね、一宮参道踏切です。ちょっと渡っていきましょう。宮駅、これもなんか時代を感じますね。昔からあったような、ね、そんな感じの残る雰囲気です。ちょっとね違うから行ってみましょう。一応ね桃太郎にまつわる、ね、神社ということで結構ね珍しい神社ではあるんですけども、外国の方とかね訪れたりするほど、すごい有名な桃太郎神社的な感じで、存在してます。僕はね個人的にすごい気になっているのがこの壁ですね。すごい立派な、壁がね存在してます。もうねこれ昔からの壁なんですよね。ちなみに通常は午後6時に、閉まっちゃうのでご注意ください。こっち側行ってみましょう。あんまし刺激がないですけどご了承ください。もうちょっと気になったところ進むだけなんですけど、ここ行ってみましょうか。なんか稲荷神社ですね。鳥居がかなりあります。
ました。よし降りましょう。結構登ると思ったんですけど、そうでもなかったですね。あれなんかね、タケノコみたいな、でもあの形は旧日本軍の大砲の形をしてます。ちょっと行ってみましょう。これ、ね、何でしょうね、戦艦のなんか大砲みたいな、大砲ですね、大砲というか砲弾ですね。やっぱ日本一桃太郎だけあって、あのそういうあの日本一の何かが、もしかしたらあの戦艦大和の砲弾とか、いやめちゃめちゃでかいですね。ちょっと何も書いてないので何なのかちょっと定かではないですけど、ちょっとねあの砲弾がすごい気になるので、関係の方にちょっと話を伺ってみましょう。埋めてあったんです。あ、そうなんですか。えこれは戦艦の大砲みたいな。戦艦じゃないですか。いろいろ調べた結果なんですけど、旧暦式14センチ列車カノン砲というね、タイプかなと思います。戦艦ヤマトの大砲を超える性能と日本一説が出ております。ああなるほど。まあね、間違いなく、間違いなくというか、まあ、日本一桃太郎の関係する、ね、神社だけあって、はい、というわけでね、関係の方もね、ちょっと微妙な、よくわからないような感じだったんですけど、まあ、埋めてあったんですね。埋めてあって、まあ、これが、まあ、何の大砲かちょっとわからないですけど、まあ、むちゃくちゃでかいですよね。というわけでね、まあ、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。ちょっと変なね、発見もありましたけど、興味ある方はね、ぜひ、この、吉備津彦神社かな。はい。まあ、向こうにもね、吉備津神社っていう似たような名前あるんですけども、合わせてね、皆さん行った方がいいかなと思います。このチャンネルがいいと思います。